あなたは、卑猥なものが祀られている神社をご存知ですか？今回は、東京都多摩エリアで、ちょっと変わったものを祀る神社や、お稲荷様を紹介します。最後には、日本三大珍スポットを紹介しますのでお楽しみに。では行ってみましょう。まずは八王子から。高尾駅から車で約8分ほど離れた場所にある、こちらの場所。元八王子、稲荷神社。高尾霊園の中にあるお稲荷様。こちらのご神体は、なんと、約60センチほどの石棒。ただ、盗難、紛失を防ぐため、現在ここには保管されておらず、近くにお住まいの地元の名士が、大切に保管されているそうです。お次は、高尾駅から車で約30分。林の中に佇む、こちらのスポット。金星稲荷。縄文時代の石棒を祀る、お稲荷様。石棒は、全部で3つあり、2つは約50センチメートル、もう1つは、実に135センチメートルもある、立派なものでした。しかし、盗難にあったため、現在は堂内に写真が飾られています。ちなみにその昔、卑猥な祠と言われるようになったため、祠を取り壊し、石棒を地中に埋めたことがありました。しかしその後、村の老婆が不可解な死を遂げます。そこで、大伺いを立てたところ、石棒のたたりだったことが判明。再度石棒を掘り起こし、祭り直したそうです。現在では、ここの神様に祈願すると、女性の舌の病が治る、子供が授かる、と言われています。ちなみに、盗難にあった石棒の写真はこちらになります。神社に祀られているのは、男性に関するものだけではありません。お次は、奥多摩町から。奥多摩湖近くの山中にある、こちらのスポット。姫の岩観音。山道を登った先にある、小さなお堂。堂内の祭壇に祀られているのは、中央に大きな割れ目が入った、自然石。手前には、石製、木製の小さな弾痕が祀られています。いやあ、これを女性のあそこに見立てているだなんて、適当に後付けされたんじゃと思いきやなんと、入り口上部には裸の女性がキノコを抱える彫刻が施されています。これはもう確信犯。こやあ、子だからや暗算にご縁がありそうですね。奥多摩にはもう一箇所、暗算祈願にぴったりのスポットがあります。それが、古里駅北口から徒歩3分。創建年代不詳のこちらの神社。小田場、熊野神社。こちらの境内には、塩釜神社という小さな神社があるのですが、このご神体が、産田亭主という、ちょっと変わった石。その姿はまさに、隕石の中に、溶石が挿入された様子。安山の神様として、信仰されているそうです。お次は、国立市から。このエリアで一番有名な、こちらの神社。ヤホ天満宮。なんとあの超有名神社のご神体までヤバいものなのかというわけではなく、かつて国立市にあった、ヤホ天満宮の別当時、安楽寺に関連します。この安楽寺の寺院に、四季聖坊という寺があり、ここのご神体が、長方形の石棒だったんだとか。それが由来で、この辺りは昔、石寺という地名で呼ばれていました。なお、ご神体の石棒は、現在、ヤホ天満宮の宝物殿に保管されています。ただ、残念ながら一般公開はされていません。ちなみに、石寺という地名で思い浮かぶのが、練馬区の石寺。石寺公園などが有名ですよね。実は、こちらの地名も、石棒が由来となっています。なんでも、その昔、村人が井戸を掘っていたところ、石棒が出土し、それを石神様として祀ったんだとか。これが、石寺神社の始まりで、現在は町の名前になっているそうです。お次は、多摩市から。唐木田駅徒歩5分のところに構える、こちらのスポット。唐木田稲荷神社。住宅街の外れにある、こじんまりとした神社。境内の祠の中に、複数の石像があるのですが、そのうちの一つが、陰陽一体型の石像となっています。竿の部分には、金星宮の文字が彫られており、女性があそこを当てると、子宝に恵まれるという言い伝えがあるんだとか。なお、当初のものは盗難にあっており、現在のものは昭和52年に新しく作り直したもの。
どこの地域も、石棒はよく盗まれるんですね。それではここで、御神体について解説します。御神体とは、神が宿る物体や場所のこと。岩や、島、山を御神体とする神社もあれば、木などの自然物、剣、鏡などを御神体とする神社もあります。なお、お守りの中には、紙や木の板が入っていますが、これは、神様が宿る御神事と言われるもので、御神体に相当するもの。だからよく、お守りの中身を見てはいけないと言われているんですね。さらに、変わった御神体だと、大相撲の横綱も、実は御神体。相撲と神道の関係は深く、もともと大相撲は、神へ奉納される神事でした。そのため、力士の実力者の中から、特に優れた者には、締め縄の綱を腰に締めて土俵入りを行うことが、許可されていました。この綱を横綱と呼んだことから、最高位の称号を横綱と呼ぶようになったのです。お次は、あきる野市から。武蔵国で2番目に社格が高かった、こちらの神社。二宮神社。小川大明神とも呼ばれていた、歴史ある神社。参考文献によると、昭和13年頃の改築の際に、本殿のちょうど真ん中の地下から、縄文時代の土器と石棒が出土したんだとか。そのため、著者の考えでは、ここでは当初、石棒を祀っていた可能性が高いとのことでした。残念ながら、石棒は一般公開されていませんが、現在でも本殿に祀られているそうです。ちなみに、同じあきる野市内にある三島神社でも、古来より保管されてきた石棒があります。それがこちら、長さ約1メートル、重さ約30キロの、立派な石棒。特に、御神体として祀られているものではありませんが、市指定有形文化財で、神社入り口の看板には、その詳細が掲載されています。それではいよいよ、全国の激ヤバ御神体、3選を紹介します。あなたはいくつご存知でしょうか？では行ってみましょう。まずは、宮崎県小林市から。2009年、当時宮崎県知事だった東国原氏の発案で、宮崎県観光遺産に指定された、こちらのスポット。宮崎、陰陽石。高さ 17.5 メートルの陽石と、周囲 5.5 メートルの陰石。古くから、縁結び、子宝、安産祈願の神として崇められており、毎年9月には、陰陽石祭りを開催しています。観光地なだけあって、いろんなものが置いてありますね。中にはこんな素敵な輪投げも、1929年には、シャボン玉などの代表作で知られる民謡作詞家、野口雨情が来訪しており、その際に読んだ歌の記念碑が建立されています。意外と歴史あるスポットなんですね。ちなみに隕石はわかりづらいですが、溶石の下にあります。お次は、島根県松江市から。国道沿いの海岸線にある、こちらのスポット。夫婦岩。男性のあそこや、女性のあそこによく似ている岩。二つの岩は、しめ縄と思われるもので結ばれています。ちなみに、女性の方は、穴の開いたこちらの岩。道路の下に降りれば、この穴を通して、男性岩を覗き見ることができるんだとか。自然にこんなものが出来上がるだなんて、まさに奇跡ですね。お次は、岐阜県中津川市から。桃山公園敷地内にある、こちらの巨石。夫婦岩。イザナキ・イザナミが、人類と幸福のために置いたと言われる、二つの岩。男岩は、高さ8メートル、周囲24メートルもある、立派な巨石となっています。近くには、夫婦神社もあり、家庭円満、縁結び、安産祈願に御利益があると言われています。いやー、多摩地域はもちろん、全国にもいろんな珍スポットがあるんですね。もし他にも、こんな場所があるなどご存知でしたら、ぜひコメントお願いします。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。